沖縄に、うん、あの吉本の劇場あるじゃないですか。うん、吉本の劇場に、うん、なお客さんが少ない時も結構あると。お盆前ぐらいかな。それこそな。で、うん、たまたま結構雨降ってて、うん、雨降って台風も来るかもみたいな時あったから、うん、で俺沖縄の出番あったら、そしたらお母さんが連絡してきて、うん、今沖縄おんねんって言ったら、うん、俺のお姉ちゃんの旦那さん側、旦那さん側の家族もみんな沖縄来てると今、うんうんうん、で台風で何もやることない、雨で、そうそう、そしたら出番見に来たい、うん、だ俺向こうの人たちとは1回2回しか会ったことない、お姉ちゃんの旦那は会ったことある、おうおうおう、いやちょっと待ってくれと、その沖縄ってやっぱ少ない場合もあるというそのね、劇場的に、そうそう、少ない日があるんですよ、少ない日もある沖縄ヶ月って、それも不安だし、うんうん、ちょっとやめてくれって言ったけど、いやごめん、もう家族で盛り上がっちゃってると、あ、分かった分かった、うん、いやそうやったら俺もさ10年一応やってますから、うんうんうん、だったらまあ分かったと、ただでもその前の日からちょっと不安だったんですよ、うん、そうやったらたまだその沖縄尚学、そう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 、甲子園のね、甲子園って沖縄みんな応援してるから、 その人ぶつかってて、うん、1回目来たいって言ったけど、1回目の出番来たいって言ったけど、1回目の出番の間に俺ラジオ行くっていうの、そうそうそう、で1回目の出番行ったら、まあその時はもうある程度結構おったんですよ、うん、で2回目公演な、2回目公演、うん、でよし、まず姉ちゃんたちがどうなってるかと思ってモニターパッて見て、うん、あれってなって、おいちょっと待ってくれと、うん、社員さんって、今日何人って言ったら、うんうん、今23人でお客さん、うん、で俺の姉ちゃん家族9 もう半分でこれはまずいと、もうまず半分、まずまずい、向こうもびっくりするやろしな、向こうもだしお笑いライブって来てるから、初めてやろお笑いライブ、初めて、うんうん、でいろいろ立ち回って、これまずいな、23人ってなってて、やっぱこっちも緊張、向こうも、うん、緊張する緊張する、頼むと、うん、これ姉ちゃんの旦那さん側にカッコつけたいし、うん、そりゃそうやな、で子供たちもその2人いんねんけど、さあもう俺がね4年前ぐらいとかはね、うん、逃走中とか戦闘中とか出て、うんうんうん、で戦闘中で優勝したりとかしてるから、で賞金もらったりするから、このそのからしたらちょっとスターやったの、子供が見ますからやっぱね、その子供が、俺が戦闘中な3回4回出たりとかしたら、子供が、うん、いやすごいお兄ちゃん、だからそいつ子供たちにもいいカッコしたいと思って出てで、うん、でまずモノブ君が、うん、だったら、いや今日たまたま少ないですけどね、うん、って言って、うん、23人、23人らしいですよって、でゆけちゃん身内来てるらしいやん、あそうなんでした、何人来てんねん、9人ほぼ半分やかなみたいなのがよかった、まあ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 、俺はこれいけるかもでももう目の前だから、もうマジでここやから、姉ちゃんはもうみたいな辛そうな顔してて気まずいですよね、気まずい顔してて、さこの少ないネタそんなんあるじゃないですか、少なかったお客さんが、芸人がよくやるね、うん、それやったらもう全然受けんねんな、受け受け、もうなんか向こうも多分ね、こう聞こえてないぐらいの聞くどう笑い見たらいいかもわからん状況で、あこれまずいと、うんうん、でなんかもうノブ君もそうだ、俺の親戚に向かってやってるみたいなことになってきたから、うんうん、しかも俺そこまで知らない向こうサイド、そうやな、親戚を、うん、だから姉ちゃんの旦那側 側やから、うん、あのなんかいじることもあんまできへんくて、ちょっといじっても変な感じになった時に、うん、ノブ君もあの優しさで、いや、ゆきおちゃんなんかねって、うん、前はあの1500人の前でやってたんですよって言っていや、おい、やめろよお前、今の現状で言えるかよで、もうそれももう、なんかもうほわーっとしてでも絶望へ向かってってほんまにあんな、マジで10分間どう滑れんねんっていう、もう史上最高ぐらいじゃん、ほんまに今までやってて初舞台より滑ったんじゃん平気でほんまに、だってあのやっぱゆきおちゃんもその甥っ子からしたらおじちゃんおじちゃんってすごいヒーローらしいんですよ、だからいつもはちょっとスーパーマリオに似てるみたいなつかみやるんですけど、振っても固くなにしないんですよいやしかもさ、俺は違う、そんなんじゃないと、そんなんじゃないと地形を見てほしいとそんなんさ、あの3代目 J ソルブとは違いますよ、スーパーマリオブラザーズ、いや違う似てるなみたいな、やりたくないやんお姉ちゃんももう目の前でやってんのに、おんのになんかゆきおちゃん途中変な時あったよな、もうテンパってもうて、そうなんかアドリブ入るなって感じがあったんですよ、なんとかやんけ、いやおかしいやろ、俺親戚おるのに恥ずかしいやん、恥ずかしいやんみたいな、なんや今のね多分出てけへんかったんやろうなって、もうどっちもよ、ど素人の漫才10分